こんにちは、辻美穂です。今日もバッグの紹介をしていきたいと思うので、よかったら最後までご覧ください。こちらはシャネルのココハンドルというバッグです。こちらはお色がブラックなんですけど、こちらブラックのココハンドルは大変人気で、ココハンドルの中だと定番のブラックが一番人気があるみたいです。こちらがサイズが XS と S、M のサイズ展開があるそうです。こちらが XS の一番小さいサイズだったんですけど、最近これよりもう一回り小さいミニミニのココハンドルが登場していました。うちもあんまり荷物が入らないんですけど、ミニミニのココハンドル、最近発売されたもう少し小さいココハンドルだと、本当にバッグというよりはちょっとしたアクセサリー感覚で持つバッグのようです。一応こっちは XS なんですけど、それなりに大きさがあるので小さめのバッグといった印象です。ココハンドルというバッグは大変人気で、入手困難と言われているバッグです。入荷してもすぐに売れてしまうバッグみたいです。最近発売されたものを除いて一番小さめのバッグなんですけれど、横が24センチ、縦が14センチ、マチが10センチのバッグです。あんまり荷物は入らないんですけど、実際にちょっと入れていきたいと思います。こちらくるっと回して開けます。中はこのように仕切りがあります。仕切りといっても、こちらの大きめのマチがある方と、こちらは結構幅が狭いのであんまり物が入らないです。入るかなという薄いポケットが真ん中にあって区切られています。奥にはファスナー付きのポケットが一つあります。中はボルドーになってます。こちら後ろにポケットが一つあります。カードが入るかなっていう感じです。実際に物を入れていきたいと思います。ポーチ、財布、カードケース、ハンカチは薄手のものがいいと思います。あとスマホがギリギリ入るんですけど、ちょっともうパンパンです。ハンドル部分もこうになっているんですけど、ボルドーのものだったり他の色のものも販売されています。ブラックにブラックのハンドルがいいなと思ったので、こちらを探していました。このように肩にかけて持ってもバランスが良くて可愛いです。こういったブラックのワンピースにもぴったりかなと思います。あとはここにハンドルに普通に腕を通す持ち方です。こちらは取り外しができますが、このまま持っていてもこのチェーンの部分があっても可愛いかなと思います。ちょっとしたレストランだったりお出かけにぴったりなバッグかなと思います。こちらは取り外し可能なので、ハンドバッグとして持つことも可能です。首にかけると結構短いので、ただ短めが流行っているので、こうやって持っても別に変ではないかなと思います。シャンパンゴールドの金具になっています。金具も結構シーズンごとに違いがあって、ヴィンテージゴールドだったり、シルバーでもお作りがあると思います。こちらは入手困難だと言っているんですけど、私はどうやって見つけたかというと、シャネルの店舗でスニーカーを予約していたんですけど、その際にこちらは店頭に飾ってありました。コロナが始まったタイミングで中国のお客さんが来なくなったり、外国のお客さんが来なったタイミングだったので、たまたま本当にその日に入荷したものを店頭で見て購入しました。シャネルの店舗に行くと、すごく人気のバッグですねとか、素敵なバッグですねって褒められることが多いです。素材はキャビアスキンです。1年ぐらい使ってるんですけど、傷だったり目立つところはないです。ただ入手困難といってもシーズンごとに他の色が出ているので、シーズンごとにいろんなカラーのココハンドルは見たことがあるので、入手困難といってもそんなに買い出会えないとかではなくて、店頭に伺った時に見ると意外とあるかもしれないです。この色は私はグリーンだったり、とレッドだったりピンクだったりを見かけたことがあります。ただベージュとかホワイトはすごく人気があるみたいで、見かけたことが一度もないです。今だったら、今ちょっと売ってるかもわからないんですけど、ここのハンドル部分のところがキラキラがついてるのも売っていて、すごく素敵だなとネットを見て思いました。先ほど言ったようにあんまり物は入らないんですけど、すっごく見た目が可愛いのでお気に入りのバッグです。みたいなワンピースだったりデニムにも意外と合うので、意外と用途が多いバッグかなと思います。マトラッセとかボーイシャネルとかよりも結構シャネルの中だったら一番ぐらいにフェミニンな感じ、女性らしいバッグかなと思ってます。でも人気ですし、ずっと長いこと使えるバッグかなと思っているので、
ぜひ店頭で見かけた方は購入検討してみてください。もう一回り大きい S サイズでもいいかなと。値段が確か42万円前後だったと思います。シャネルはすごく値上がりしているので、ちょっと正確な値段を調べて載せておきます。最後まで見てくださってありがとうございました。皆さんのお気に入りのバッグだったり、こういうものが見たいっていうリクエストなどありましたら、ぜひコメント欄にコメントしていただけると嬉しいです。またチャンネル登録、高評価、よかったらよろしくお願いします。また見てください。